ウバオ。皆さんこんばんは。霊夢さんはこんな風に寝ちゃってしまったので、今回はタヌキチと、私しずえが、お送りするだなのー。かかるにお送りしないだよねー。というわけでみんなはどんな嘘をついただなも、タヌキチもしずえさんもまだ出てくるのね。めったにないチャンスですからね。今裏でしずえさん何か言ってたよな。大事なことなのでもう一度言います。本日はキャンプサイトに激アツのお客様が来られています。マリサ、本当に激アツなのか見に行くわよ。本当はエイプリルフールでも嘘をついていいのは午前中だけなのよね。午前中に動画を上げないのが悪いだなも。それだけは言ってほしくないぜ。この小熊住民は、アネキ系のアネッサさんだぜ。アネキ系は今うちの島にいないからスカウトしたいわね。5分後。スカウトを決めるゲームがまだ勝てない。オーダイヤが赤いから正解だね。でもこれって勝っても任意で引っ越す住民を選べないんだよな。実はさっき案内所で聞いてきたんだ。リリアンってやつなら相談に乗ってくれるかもだってさ。5分もかけたのに、これはダメなやつだぜ。今日は何をしようかな。ウボアオ旅館作ってほしいです。温泉付き採用お願いします。ウボアオ赤い温泉作ってくださいお願いします。という感じで温泉作りのリクエストを多数いただいてるんだが、じゃあここの源氏さんの家を旅館に見立てて温泉を作ってみようかな。砂浜だから大掛かりな工事ができそうにないな。まあまあ、家具と前デザインを駆使すればなんとかなると思うわよ。あの霊夢さん、今なんで気を揺すったんですか？なんとなく揺すってみたらこんなことになるとは。てなわけで新しく仲間になった住民を紹介するわね。こちらがカモミさんよ。なかなか斬新な住民の紹介仕方だぜ。引っ越しのお片付けがまだ終わってなかったわね。だな。早速今日使うマイデザのダウンロードか。石のマイデザインをダウンロードしたいのよね。今日は英語で検索してるんだな。めっちゃいっぱい出てきたわね。これだけあると迷っちゃうけど。迷った時は、最初のページにあったやつをお借りしていくわよ。決めるの早すぎだな。ではではまずは旅館へと続く道を作るわよ。穴を掘ってるということは、この穴ぼこは竹を植える予定よ。それで次はさっきダウンロードした石のマイデザインを貼っていくわね。交互に違う形を貼るんだな。この方が綺麗でしょ？それじゃあちょっと竹を取りに行くわね。自宅前の竹林の竹を引っこ抜くんだな。あ、その前に少しお買い物。いらっしゃいませいませ。豆粒はどこぞの狸と違って可愛いわね。僕も可愛いでしょ？いやいや、豆粒にはついつい話しかけたくなっちゃうもの。ただいまの株価は1株518ベルでございます。何よこの株価はってことで霊夢、少しお邪魔するぜ。マリサ株を持ってるのね。こういうこともあろうかと特殊なルートで買ってきたぜ。マリサさんも受けたお金で高級車を買ってほしいだなも。悪いがタヌキチ、今日はその時ではない。またの機会ということで。マリサさん絶対買ってよね。ね。それじゃあ温泉作り再開。あ、せっかく掘った穴ぼこが。まあいいや、ここから竹を持っていくわね。この感覚で竹を植えるとめっちゃ密集してしまいそうだな。イメージとしては隠れた温泉旅館って感じかな。それで道を狭くしたんだな。でもちゃんと入り口はわかりやすくするつもりよ。なるほどなるほど。これでよしと。それじゃあ下に歩いてみるわよ。で、ここに鳥居を設置。鳥居の変額変えた方が良くないか？埴輪はちょっと温泉旅館っぽくないものね。それなら僕のマイデザインがおすすめだなも。今日は特別にタヌキチのマイデザインを目立つところに貼ってあげるわよ。うおー、霊夢さん素敵だなも。これって本当に温泉旅館っぽく見えるのかしら。一応温泉のマイデザインも近くに置いた方がいいような。じゃあこのマイデザインをお借りして電飾看板に貼るわね。とりあえずここに設置。周りに何もないからまだまだ雰囲気が出ないな。じゃあ手前の砂浜を飾っていくことにしますか。砂浜にマイデザで道を作るんだな。これはさっきの石のマイデザインと同じものよ。次は道以外のところに麦畑を置いていくわね。麦畑をかき分けていく温泉旅館は秘境って感じがしていいな。麦畑の間に苔むした庭石とか石碑を挟んでみるわね。めっちゃ雰囲気が変わったな。温泉マークの位置が気に入らないわね。ちょっと左に。なんかそこも違うような気がするぜ。一マス引っ張ってみたわ。じゃあここに収納にあったとっておきなものを置くとしますか。タヌキの置物だなの。どうやらあの置物は商売繁盛の縁起物らしいからね。温泉が栄えるように置いたんだな。タヌキはありがたい生き物だなもよ。タヌキにはタヌキ。人より抜きんでるという意味があって縁起がいいとされてるようだな。なるほど、それでタヌキチは他人よりも抜きんでてお金に貪欲というわけね。あはははははは。あ、タヌキチがしぼんでいった。またすぐに出てくるでしょ。で、霊夢ここは？ここは旅館の外にある温泉よ。ちなみにお借りしてるマイデザインはこちらよ。本当にこの方のマイデザインは使いやすいぜ。まずは竹のスクリーンで半分に区切るわね。男女で分けるんだな。
更衣室とお風呂場で分けるつもりよ。ここの温泉は水着着用でお願いね。わかりやすいように試着室をリメイク。女性用はカーテンをレッドにするんだな。男性用はどうしようかな。マイデザインを選んだということは、僕のマイデザインだなの。はい、タヌキチ、今日の出番はここまでよ。ええー、しかも試着室は横向きだなの。鳥居の方に貼ったマイデザインは目立つんだから大丈夫でしょ。鳥居のマイデザインは大満足だなの。てな感じで試着室は障子スクリーンで区切ってみたわよ。それと休憩できるように和風なベンチと、レトロなアイスケースを置いておくわね。赤い家具少なめだな。温泉作りに使える赤い家具少ないんですが、なのでヒノキ風呂もそうなんだけど茶系の家具が多くなっちゃうわね。竹の家具は全部すだけリメイクなんだな。このリメイク渋いと思うんだけどね。洗面器は赤いのがあって助かったわ。左側はどうするか考えた結果、ゆず風呂は材質的にこの温泉に合ってそうだぜ。温泉から見える風景もちょっと工夫したいわね。松を置いて竹垣を設置か。風情のあるものをということでししおどしと、桜の枝をここに置いてと。今がシーズンだものな。それと苔玉も飾っておくわよ。もうお客さんが来てくれてるんだな。これはすべてタヌキの力だなも。絶対違うわよ。石の道を旅館まで伸ばしてきたわよ。次はこの辺りの工事を始めるんだな。ちょっとその前に、竹林の奥に東屋を設置してと。東屋の北側に芝生のマイデザインを貼るわね。旅館の庭を作るんだな。庭といっても狭い場所だから凝ったものは作れないけどね。またまた松の登場だぜ。もっと広かったら色々できるんだけど金木製の低木で囲ってみただけよ。ふむふむ。竹林の道が薄暗いから明かりを置いていくわね。灯籠とアンドンのほのかな明かりがいい感じだな。松明も置いていいかな。ちょっと竹が燃えそうなのが心配だけどな。東屋の手前にはミュージックを流すために竹のスピーカーを隠しておくわね。選曲はもちろんケケ大名だよな。ここにできた中途半端な空きスペースどうしようかな。温泉にはタンクを置くのが流行りみたいだぜ。じゃあそのビッグウェーブに乗るしかないわね。タンクは確か赤があったはず。霊夢さん、マイデザインも貼れるだなも。用意されたロゴでいいのがないからマイデザインを貼るわね。でもタヌキチの顔は選びません。温泉マークなんて普通すぎるだなも。普通の何が悪いのよ。というわけで普通の温泉マーク付きのタンクを設置。アンドンをここに置いて、人が入ってこないように竹の車止めを設置しておくわよ。どうかな？露天風呂は、なかなか良くなったな。それじゃあ仕上げに入るわね。旅館への道は竹のスクリーンを立ててその奥に明かりを灯すわよ。灯籠とアンドンを組み合わせていくんだな。右側も同じようにしていくわね。この右側の出っ張ったところって扱いにくいんだよな。確かにいつも悩んじゃうわよね。なので先に源氏さんの家の前を作るわよ。お花見提灯で旅館っぽくするんだな。この場所狭すぎなんですが、用意したものをちゃんと飾れるのか不安になってきたわ。石獅子とお花見提灯でいい感じの入り口ができるかな。この配置でいいかな。そうそう、温泉マークの上りを立てなくっちゃ。入り口はこんな感じで OK かな。とうとう右側の空きスペースを埋める時が来たぞ。もうこれを置くしかないわね。露天風呂を置いても飾るのが難しそうだぜ。それじゃあ砂浜の温泉に貼ったマイデザインをここにも貼るとしますか。霊夢、大変そうだな。ではでは露天風呂をここに置き直してと。ふむふむ。和風なベンチを手前に設置。洗濯桶をここに置いて、明かりの代わりに竹のびっくり箱を飾ってと。ではではお昼の姿をご覧いただくとしますか。なんか入り口がすごいことになってるな。温泉旅館があるようには見えないわよね。ここが砂浜に作った温泉よ。手前の更衣室には僕のマイデザインが隠れてるだなも。じゃあ竹林をくぐり抜けて旅館へ行くわよ。ちなみにさっきの鳥居には、出てくるとうるさいってコメントが来るわよ。これが小さな庭だな。そして東屋を右に進むと、オーシャンビュー温泉だなも。ほぼ海に囲まれてるぜ。というわけで今回はここまで。次回もよろしく。もう